毛利勝永は、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけての武将、大名、豊臣氏の家臣、大阪の陣で活躍。また、大阪城入りを励ました妻は戦前は、十五の守りの手本として、婦女館などに取り上げられている。勝永という意味名は一時資料で確認できない。発給文書はすべて、吉政と署名しており、資料では、毛利吉政。 この、吉政の、姓は、龍造寺聖家からの一時廃慮である。天正六年、森吉成の子として、終わり国で誕生したとされるが、大見国長浜で誕生したとする説もある。父の吉成と同じく、豊臣秀吉に家臣として仕えた。天正十五年、九州平定を終えた秀吉は、武善国八軍のうち、黒田義隆に六軍十二万国を、 吉成に、菊軍、高派軍の二軍六万国を与えて、小倉の領主としたが、この六万国のうちの一万国が勝永に与えられた。ただし、慶長四年諸公文元調では、勝永の分を四万八千国としている。武前に封された際に、秀吉の指示によって、森政から中国地方の毛利氏と同じ毛利の漢字を変えて、改正したとされるが、 翌年正月19日の秀吉主演の宛名は、森池守との絵となっているので、実際に、毛利姓に変えた時期は、肥後黒人一揆無前黒人一揆の鎮圧後のことである。天正16年、毛利輝元の接待役となり、農工業で大抗を披露し、輝元や、久下衆との会見に昇番を許された。天正18年、 巡殺士アレッサンドロ・バリニャーノが再来日した際に、小倉で出迎えた。慶長2年、朝鮮出兵に従軍。慶長の役では、ウルサンヤマト城を救援して、明朝鮮連合軍を撃退した際に先行を立てた。戦地では朝鮮で入手した犬を、豊臣秀治に送って、秀治から霊場をもらっている。慶長3年、豊臣秀吉の死去で、 形見分けがなされ、異物さださねの刀を受領。慶長5年の関ヶ原の戦いでは、父と共に西軍に参戦した。両国のある九州に下校していた父に代わり、中央で軍勢を指揮した勝長は、伏見城の戦いで格別な戦功を挙げ、毛利も元、浮田秀家より勘定と三千国の画像を受ける。 しかし、毛利左衛門や毛利寛衛門などの多くの家臣を失った。続くあの大津城の戦いや関ヶ原本戦時には、勝長は照本家臣と共に、安国寺衛への指揮下に置かれ、家中も混乱状態にあり、活躍の場なく終わった。武前では、小倉城を黒田助水に奪われており、戦後改役となった。父と共にその身柄を、加藤清正、ついで、 山内和豊に預けられた。旧地でもあり、信仰のあった山内家では千国の放地をあてがわれ、不死とも手厚く偶されたという。ことに勝永の弟は、山内姓を与えられ、山内吉金を名乗りに千国を与えられたが、慶長18年頃、土佐を触り奇襲は佐野家に仕えたとされる。一方、勝永は、高知城の北部の熊村で生活をし、 折りおに途上をすることもあった。慶長十五年五月二十五日、正室の安備めが死去したので、勝ツは髪を剃って出家し、一切と合した。翌年五月六日に、父、勝信が死去し、七日に、白雲院殿公行き人儀と、送りなして、甲の口、村尾と山木円坊に葬り、後に、旗村大山に改装した。白い東戸ど水牛かと殿。 毛利勝永大阪の陣着用兜と。高知県立高知城歴史博物館展示。慶長19年、豊臣秀頼よりの招きを受け、土佐からの脱出を計画。その際に留守居役の山内康豊に対して、勝永は徳川方についた、藩主、山内忠義とは昔主導の間柄で神妙をかけて助け合う約束をしているからどうか忠義の。 陣中に行かせて欲しいと頼んだ。長男、毛利勝家を、留守居に、次男、鶴千代を城へ人質として残すというので、安と与は安心して行かせたが、勝長とと共に、勝家も船で逃げ去り、大阪方に走った。山内忠義は激怒して、勝家の見張りだった。山内四郎兵衛に切腹を命じ、鶴千代と勝長の妻と、娘は城内に軟禁された。 大阪城に入城した、毛利勝永は、豊臣家の不大家臣ということもあり、諸将の辛抱を得て、大阪城の御人衆と称された。大阪冬の陣では、城の西北風、現在の今橋付近を守備したものの、目立った活躍はなかった。慶長20年、大阪夏の陣では、5月6日、道明寺の戦いで敗退した、後藤元寺らの敗山兵を、 毛利勝永隊が収容。勝永は、自軍の中から抽出した、鉄砲隊を殿に残し、勝永自身は本隊を率いて、大阪城方面に撤収した。7日の天皇寺口の戦いでは、息子の勝家、加エ、井シー・山本・君ミ武田・長尾、浅井・長久ら兵四千を率いて、徳川・家康本人の正面にあたる四、天皇寺南門前に布陣した。 本ン忠タの攻撃を受けると、サナダ・ノブ・シはこれに応じないように勝ツに伝令し、勝ツも味方を抑えようとしたが、戦闘が激しくなって断念。帰って、本多隊に逆襲して、忠ダ小笠原・秀政、ただし、オサム・フシをた叩く間に討ち取った。続いて、浅野・長重、秋田・サネ・ス榊原・コー安藤直次・直オジ、六号・成城、仙国忠政・忠ダ 津は忠常、松下茂綱、坂井家継、本田忠史順といった部隊を撃破し、ついには、家康の本陣に突入するという活躍を見せた。しかし、真田隊が壊滅して戦線が崩壊すると、四方から関東勢の攻撃を受けたためついに撤退を始めた。七手組諸将が反撃に転じて、東道高虎隊を打ち破ると、 勝永大もこれに協力して、土山でしばらく、井直隆や細川忠興らの攻撃を防いでいたが、城内へ撤収した。8日、その最後は、守護していた、豊臣秀頼の解釈を行った後、息子、勝家、弟の山内影行チキンと共に、足田矢倉で自害したという。去年37。戦後、徳川家康は、 土佐の山内忠義に城内に留め置かれていた母子3名を刑へ護送するように命じた。10歳の太郎兵衛は残守されたが、太郎兵衛以外の身内は除名され、土佐に戻された。ありがとうございます。